今日の俺です。はい。ファンの子を送ってくれた花セレブのマスクつけてます。ありがとう。愛してるぜ。すごいでかくていいね。やば。俺しかいない。いいね。ウケる。まあお昼だからいないんだろうね。ちょうどいい時間じゃやっぱ来たんやな。さあ、自販機でちょっとジュースを買います。どうしよう。なんか濃いめのカルピスもいいんだけど、まあ、沖縄なんでバイアリスか。マンゴーにするか。160円だって。あ、ぴったり、ぴったりあるし。やっとね。いいね。いいね。お疲れバイオリスとマンゴー、イエーイ。じゃあ、まずエンジンかけますか。もうね。ETC カードが挿入されていません。じゃあ、いただきまーす。美味しい。マンゴー大好きなんだよね。よし、じゃあ、またセットして、ゆっくり帰りましょう。合わせていきましょう。いいね、俺だけお客さん。まあ女の子と一緒に来てたらさ、お手洗い大丈夫とかって言ったりするんだけど、受け。一人なんで今日は。まあ休憩するにもほんといいんだよな。まあでもともあれね、ちゃんと供養もできましたし、まあ、マム屋の墓も来れたし、あ今通り道なんだけどちょっと止めるか、一瞬見えるよね。車とかもいないんで、あの今ね、左側にある吾妻屋もすごいなんか不気味な感じやな。歩けるんですよね、あの辺もね。だ道もちゃんとね、舗装ってかされてるんだけど、いやでもちょっと夜は、ちょっと今移動したんですけど、夜はやばそうだね。はい、行きます。天気も恵まれて、こんだけ晴れれば上等ですよ、1月で。で予報でそうだね、晴れてて、晴れって出てても普通に雨降る時もあるし、まあもちろんその逆もあるんだけど、やっぱでもあそこにはかなわないね、あの異様な雰囲気を放ってる。そう、こんな感じで今左見えてるかな、道が緑色の道になってるんだけど、一応ね舗装されてるんです。まあ昼だったらさ、ウォーキングコースでもいいんだけど、あ止めてる、やば。一応撮りたかったんだけどな。まあいいか、一周だけ回りましょうか。車を撮ってると勘違いされそう。そういうわけじゃないんだ、ごめんな、ね、こんな感じで、あんまりゆっくり入れられないね。まあ、あんな感じでこう止めてたんだけど、そう、そしたら2回目にね、訪問した時にいきなりパッてこうついたっていう。ここにも吾妻屋があるね。
ナビが迷子になってる。ウケる。で、ヤシガニの話は、まあこういうちょっと色が変わってるベージュの道路を普通にカッポしてたっていう。過ごしやすい。今日の俺の格好だと少し暑いぐらいな感じです。まあでも東大とかね、つぜたし最高やな。そしたらなんか栗間島っていう島があるんですよ。まあロケは行かないんだけど俺は。そこの神社になんか親子の霊が出るらしくて相当やばいみたいな。その子の友達がそれぞれ別のだから一緒に行ったわけじゃないんだけど、そう別のタイミングで見てるみたいで同じ霊を。怖いよね。あと池間島、やっぱ宮古島のさらに離島はいろいろまたあるんだろうね。ほんと昼ロケはすげえ早く着く感じやな。なんであんな長く感じたんだろうってぐらい。あ、やっぱこの辺はね電波が1個だ。前と一緒だね。吉野海岸を通過です。喋らずに行こうかな。OK。 そう。
宮古島に行く人はいるのでしょうか。ここなんか一周道路って言って宮古島一周できるようになってるんですよ。だから池間、池間島じゃないよ、だから東円名崎、さっき池間島っていう東円名崎のことですね。東円名崎行かずに俺はほら左に曲がったんだけど、あのまま真っ直ぐ行くとねボラっていうのが出てたんだけど、でそこからまたいろいろこう巡れるんですよね、ぐるっと。一周日数結構あるんだよな。まあトライアスロンとかもね、もうほんと200キロのほんとアイアンマンレースですよ。絶対無理だわ。生徒さんにもいるんですけど、もう毎回完走されてすごい、あの会社員の男性の方がいるんだけど、ほんとすげえよな。必ずビール、お祝いのビールを送ってます、その人が。おーすごい、またあ、練習でついてる人かな、すごい。来年もまた、来年ですね、今年か、今年もまた延期とかね、あれなんだろうな。以前は俺もすごいなんか応援っていうのがあって、それをなんか一生懸命やってたんだけど、まあ今は本当ね、まあテレビとかにしてもネットフリックスとか見るのもいっぱいあるし、娯楽が本当に溢れてますからね、ゲーム映画。いいよね、このサトウキビ畑の景色も。キビ狩りがすごい大変なんだよね。あ、ようやく来た、一台。行くからこそね、検証っていうのはね、やっぱ成り立つんで。300円の価値はマジであるな。全然なんか下から
多分ね映像でもそんなに伝わんないんだよね、やっぱ実際に見ないとね。なんかやっぱ上から見るのとそんな下が変わるのかなと思ったけど、やっぱ全然違いますよ。97段登るだけのことはあるみたいな。ちょこちょこあるんですが、同一車線のね車が来ないですね。平良まで23キロって書いてあるからすげえ遠いかと思いきや、もうこのあれ出たらね、心霊スポットのあれでね来てますからね。東円名崎でしたけど、長畑地区って書いてある。休憩できるとこなんだけど、車が止まってたからもうそのまんまスルーしていきました。全くほんと同じルートだね。あ、またバスが来てるね。宮古島ループバスって大丈夫そうだね。映像あとはラブホテルか受ける。
ラブホテルかな、うん、ウケる。やっぱさ、いないよね。ここ見晴らしいんだよね。以上。カメラ残り15分で出てるね。お客さんいない感じ。みたいなのはもう全部お墓です。でっかいんだよね。まあすごいなんか先祖を大事にしてるんだよね、沖縄の人って。自販機、ここの自販機で買わなかったね。過去には買ったことがあるんだけど、まあ、夜のナイトドライブで行った自販機は今のところ。これが見えたってことはもう間もなくゴールです。
乗りだったらさ全然燃費20リッター 27.2 とか普通に出ますからね、大きな車なのにミニバンなのに。 OK、 ここまで来ればもう大丈夫だわ。ドライブ動画撮ったけどエクステリアの動画とかまだ編集もしてないからやることがいっぱいあるんだよな。まあ今は最初ねドライブだけちょっと優先してアップして、好きだったね。今すれ違ったのラクティスなんですけど、メイクマンいける。ギアを入りますか。ギアっていうか7分だ、 OK 大丈夫、持ったね。
宮古島のマックスバリュー西里店です。もうねやんないと思いますけど、ウケる楽しかったです。最後までありがとう。また心霊のなんかね映ってたら教えてください。はい、それではお相手は宮内ゆきでした。またね愛してるぜ